頭皮の匂いってすごく気になりませんか？どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、頭皮の匂いについてちょっと紹介していきたいと思うんですけど、これからね、ちょっと梅雨になったりとか、ちょっとジメジメしますよね。あとはなんか夏になって汗かいてくるとかね、ちょっとね、匂いが気になるっていうね、言われる方も結構多いかなと思うんですけど、やっぱりね、汗だったりとかね、まあそういう油分が出てくるから、こう、匂いが出るっていうわけでもなくて、結構ね、冬場でもね、お客様だったりとか、最近匂い、頭皮の匂いが気になるとか、なんか油がすごく出てくるんだよねとかっていうことを結構多々いただいてたので、ちょっとね、それについてね、ちょっと今日はね、紹介していきたいと思います。ということで、じゃあ匂いの原因についてちょっと紹介していきたいと思うんですけど、まあ基本的にね、汗だったりとか、頭皮の皮脂、まあ油ですよね。これが結構匂いをね、出すっていう風に思われてる方がほとんどかなと思います。でも、これともう一つあって、これ、菌なんですよね。この頭皮にやっぱその細菌っていうの菌がやっぱりいるので、その菌が汗だったりとかね、こういう皮脂を言ったら吸収して食べていって、でそっからね、こう出てくる物質みたいなものがあるんですけど、それが酸化して匂いが出るっていう風に言われてます。なので汗だったりとか皮脂だけではないっていうことですね。でこの言ったら汗だったり皮脂っていうのは基本的に頭皮に結構ね出てくるんですよ。で、どれぐらい出てくるかって言ったら、一番人間の体の中で汗かきやすいところっていうのは、手のひら、あと足の裏って言われてるんですよね。それの次に頭皮に言ったら汗が出てくるっていうふうに言われてます。なんとね、顔で言うと、T ゾーンとかって結構油分が出やすいって言うじゃないですか。これの2倍ぐらい分泌されてるって言います。なのでね、しっかりとね、こういう、まあ、汗をかくからこそ、やっぱりそういうね、ヘアケアというか、しっかりと対策を打っていかないとダメかなと思ってます。ではね、頭皮のね、油分が出やすい方、皮脂が出やすい方、では、頭皮のね、匂い対策についてまず紹介していきたいと思うんですけど、まず一つ目はシャンプーですね。で、シャンプーをね、選ぶ際に、自分はね、頭皮が乾燥してるか、ちょっとベタつくか、とか、なんかそういったものでね、結構選ばれる方も多いし、カラーリングしてるかとか、あとはなんか抜け毛が気になる方で、結構選ばれる方が多いかなと思うんですけど、基本的にね、シャンプーって、ベタつく方いらっしゃるじゃないですか。頭皮がベタつく方っていうのは、さっぱり系のシャンプーをね、使われる方が多いと思います。いわゆる高級アルコール系の、シャンプー、ドラッグストアで置かれてるシャンプーですよね。ああいったものを使われる方が結構多いかなと思うんですけど、それでね、頭皮のベタつきみたいなのがなくなれば全然 OK なんですけど、なくならない方っていらっしゃるじゃないですか。どちらかと言ったら、洗ってるけどすごくベタついてくるっていう方は、基本的に頭皮むちゃくちゃ乾燥してます。なのでそういう方に関してはアミノ酸系のシャンプー、いわゆるね、美容室に売ってるシャンプーだったりとか、頭皮に優しい系のシャンプー、これに関してはね、また前回のね、動画、シャンプーについての動画に上げてるので、そちらをまたご覧いただければと思うんですけど、そういったシャンプーを使うことによって、使い続けることによって、頭皮のね、皮脂だったりとか油分を抑えることができます。なのでできればそういうシャンプーを使っていただいて、あとは、そんなに出ないと、頭皮がベタつかない。だけど、無意識の間に頭をかく方、結構いらっしゃるかなと思うんですけど、こういう方も頭皮って乾燥されてる方が多いかなと思うので、たまにね、ちょっとなんか頭皮に出来物ができたっていう方とかも、皮脂を取りすぎてる可能性があるので、そういう方もアミノ酸系のシャンプー、ね、優しい系のシャンプーを使ってあげると、頭皮のね、トラブルが改善できるかなと思います。あとはね、食べてるもの、食事ですよね。油もんだったりとか、揚げもんとかあるじゃないですか。お菓子とかね。ああいうものを食べ過ぎてる方っていうのは、皮脂だったりとかが出やすくなります。しかもね、まあまあの、こってりした、皮脂が出やすいっていう風にもね、言われてるので、基本的にはね、やっぱその頭皮がベタつきやすい方、ね、皮脂が出やすい方に関しては、ビタミン C みたいなものを取られる方がいいかなと。それがね、どちらかというとこの抗酸化作用みたいな感じでね、そういう風な匂いだったりとか、皮脂を抑えてくれる効果があります。なので、基本的にね、男性の方はね、やっぱこう、揚げ物だったりとかね、まあ好きな方もいらっしゃるかなと思うんですけど、女性の方はお菓子が好きな方もいらっしゃるかなと
思うんですけど、できればね、お野菜、ね、女性の方結構とってますよね、まあ、お野菜とかフルーツ、ああいったものに関しては、たくさんとった方がいいかなと思うので、そこでビタミンだったりとかをとって、ね、まずね、こう体の中から改善していく方がいいかなと思います。あとはですね、まあ、このストレスですよね。もうこれはね、しょうがないとは思うんですけど、このね、やっぱストレスを溜め込んでしまうと、やっぱ免疫力の低下が結構あったりとかね、あとはなんかストレス溜めると寝れなかったりとか睡眠不足になったりとかする可能性もあるじゃないですか。でそういったことになるとね、自律神経が乱れたりとかして、でそれがね、もう周りに回って病気したりとか、例えば頭皮のね、もう細菌がちょっとね、バランスを崩してなんかいろんな悪さをしてきたりとかする可能性もあるので、できれば、まあ今ね、ステイホームなんでね、あんまりこう飲みに行けなかったりとか、ストレスを発散できるところはないかなと思うんですけど、まあそういった時はね、やっぱ家のね、お風呂、まあ、湯船を溜めて、しっかりとね、お湯に浸かって、リラックス効果。で、やっぱね、体を温めてね、血流を良くすることによって、まあリラックスできるっていうのもそうなんですけど、やっぱりね、睡眠の質っていうのも確かに上がります。よく寝れやすいっていう感じになるので、できればね、そういうふうなストレスでもイライラしやすいっていう方に関しては、すごくね、落ち込んでる方っていうのはお風呂に浸かって、ちょっとね、自分の心をね、こう落ち着かせてやってあげると、体のね、体調だったりとか免疫力もアップしてくるかなと思いますので、ストレスを溜めすぎず、ちょっとね、解消できる方法だったりとか、あとリラックスできる方法を、探してみて、やっていただければなと思います。はい、最後はね、ドライヤーですね。ドライヤーでしっかりと乾かす。もうこれもね、やっぱり一番重要になってきます。今までもね、結構たくさん言わせていただいたんですけど、髪の毛っていうのはね、やっぱ乾かさないとね、細菌だったりとかね、繁殖しやすいです。なので、まあなんか例えばよく言われるのが洗濯物で言うと、もう生乾きしてる状態ですよね。なんか匂い出てくるじゃないですか。もうそれがまず匂いの原因になったりとか。で、例えばそれで枕を、で、寝てね。で、その枕が、まあ、枕カバーって毎日変えられる方ってそこまでいらっしゃらないかなと。まあ、2、3日だったりとか、まあ、1週間に1回だったりとかっていう方が結構ほとんどかなと思うので、まあ、毎日変えてる方はすいません。なんですけど、やっぱそうすると、やっぱその菌っていうのがね、濡れてる菌っていうのが枕に移って、で、そこの菌で毎日寝てると、やっぱりこう、細菌がね、すごく繁殖しやすかったりとか、結構するとも言われてるので、しっかりとね、シャンプーして、お風呂上がりはすぐに乾かしていただいて、で乾かしがね、なかなかね、時間かかっちゃうっていう方はこうね、まあ、前に動画でも作らせていただいたんですけど、タオルを、当ててタオルで頭をこすりながら、ドライヤーをしてあげると早く乾いてくれるので、それをやってあげて髪の毛を、早く乾かしていただければなと思います。はい、こんな感じで、まあ、だいたい4つの方法をね、ちょっと紹介させてもらいました。これをやるだけでも、多少ね、匂いだったりとか、油分だったりとか、皮脂をね、抑えれる効果があるかなと、個人的には思ってますので、ほんと、基本的なことをやれば、頭皮も改善できますし、変な話ね、匂いもそうですし、抜け毛とかも改善できる方法になってるかなと思いますので、これからね、ジメジメした季節、夏になる季節に、よかったらね、参考にしてみてください。はい、この動画が良かったら、グッドボタン、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。